すぎる。ジャングルの平和を乱す奴は許さないのだ。覚えてるよ。本当に強いのね、タッちゃん。かっこいい。ビーダー、二度と来るなよ。タッちゃんって命を懸けて動物たちを守っているのね。素敵だわ。この動物たちは家族も同然なんだ。だから密猟者に狙われてるのを黙って見てるわけにはいかないんだよ。母ちゃんって強い上に優しいのね。私ファンになっちゃった。相変わらずのスケベ面だな、母ちゃん。会いたかったぞ。久しぶりだな。え、知り合いなの？お友達？友達ではない。俺はアフリカ最強の戦士アナベベ。母ちゃんとはいわばライバル。へえ、そうなの。そうみたい。ねえ、何のライバルなの？ジェーンをかけてのライバルだろうが。ジェーン？ジェーンって誰？一応私の奥さんなのだ。ええー、母ちゃんに奥さんがいたの？そうなの。で、そのジェーンさんをかけてってどういうことなの？あれは5年前、俺が強い戦士を求め旅をしていて、この地に立ち寄った時のことだ。川のほとりで、俺は戦士の休息をしばし楽しんでいた。その時だ。それがジェーンだったのだ。俺は一目で好きになった。だが、ジェーンにはすでにターちゃんがいた。欲しいものは戦って勝ち取るのが俺の流儀だ。俺はターちゃんに決闘を申し込んだ。ジェーンをかけて男と男の勝負を。喧嘩はやめて。半日の読んだが決着はつかず、引き分けに終わった。5年後の再戦を約束して、それから俺は長く苦しい武者修行に明け暮れ、ひたすらにこの体を鍛えた。それも全てお前を倒すために。ショックだわ。母ちゃん結婚してたなんて。私もショックなのだ。ジェーンさんってものすごい美人なのね。人の話は最後まで聞かんかい。母ちゃん、5年前の約束果たしてもらうぞ。決闘は明日の夕刻、場所はおっぺけだに。いいな。うんうんうん、必ず来い。待ってるぞ。わかったのだ。じゃあな。奥さんか。ただいま。ここがターちゃんの家なの。まあ、ゴリラが洗濯を。ゴリ、ゴリ、ゴリ。いやあ、ゴリさん、ジェーンはどこだい？ありがとう。ジェーン、起きておくれ、ジェーン。それ、あたしへの嫌味。ペットのブーちゃんです。とことん芝居なのか。ひょっとして、あなたが美人のジェーンさん？そうよ。これでも昔はニューヨークで売れっ子のトップモデルだったのによ。ちなみにこれがその時の写真なのだ。それがなんでこんなデカ。ところで、あんた誰？私ヘレン。さっき、ターちゃんに危ないところを助けてもらって。あんたたち、何ボケっとしてんの？さっさと仕事しなさい。たーちゃん、食べ物。はいはい。たーちゃん、お茶。はいはい。たーちゃん、肩もんで。はいはい。あんた、手洗った？あ、忘れてたのだ。たーちゃんって、うちの仕事も全部やって大変なのね。
ゴリさんやエテキチが手伝ってくれるから大したことないよ。でもジェンさんってひどいのね。たーちゃんに全部押し付けて、だからあんなに太っちゃったのね。だけどあれでちょっぴりだけどいいところもあるんだ。もし私がたーちゃんのお嫁さんなら全部やってあげるのにな。ねえたーちゃん、今夜私の家に来ない？え？私精一杯のお礼がしたいの。二人でロマンチックな夜を過ごしましょう。ロマンチックな夜？で、へへへ。きっと来てね、約束よ。たーちゃん、いつまでトイレ掃除してんの？さっさと晩飯の支度しなさいよ。わかった、すぐやるのだ。怪しい。